くてきちはっと。どこに行こうかな。キララの記憶。最初にキララさんが倒れてた場所、この辺りだね。特に変わった様子はないですね。ひとまず歩き回ってみるしかないかな。それじゃあキララさん、呼び捨てで構わない。うん、わかった。行こう、キララ。私頑張ります。仕掛けます。じゃあ、たくさん見えてるんだろ。そいつらと遊んだらいいじゃん。するなら容赦しないよ。ふっ、仕掛けます。行きましょう。大丈夫ですか。はっ、当たって。行きましょう。大丈夫ですか。決める。次もこの調子でね。
つでもやれます。大丈夫ですか？いつでもいける。おっ、楽勝楽勝。負ける気がしないよ。よいしょっと、はあ、取っておこう。仕掛けます。当たって当たって、行きましょう。大丈夫だよ。行くよ。楽勝楽勝。負ける気がしないよ。まだまだ高みを目指す。キララ、どこに行ってたんだ。探したぞ。パパ、ごめんなさい。声が聞こえて。またそれか。もういい加減、パパを困らせるのはやめてくれ。誰もいないし、声も聞こえない。わかったか。
取っておこう。負けません。いつでもやれます。大丈夫ですか？よし、私の番。うん、次もこの調子でね。いつでもやれます。当たった。ほっ。いつでもやれます。当たって。やっべ。行きましょう。大丈夫ですか？行くよ。いつでもやれます。楽勝楽勝、負ける気がしないよ。詰まった。えい、邪魔するなら容赦しないよ。完勝です。やりました。
よいしょっと。場所がないの？みんな私がいると邪魔みたいだから。キララも。キララもついてくるなって言われた。怖いって。もう少しここにいてもいい？他に行くところなくて。いいよ。ありがとう。何これ。よいしょっと。取っておこう。準備はいい？おっ、いつでもやれます。やめて！キャー！デイ！
かけます。完勝です。やりました。死んでる子供たち、キララがまだ小さい頃、小学生の頃とかの思い出が中心みたいだね。キララの子供の頃。聞いたぞお前たち。誰？同じクラスのケータ君だよ。お前、神の声が聞こえるんだってな。そうだけど。へえ、面白そうじゃん。神の声。キララ、神の声が聞こえるって。出してきた。キララは昔から普通の人には聞こえない声が聞こえる体質だった。最初は空耳かと思った。でも違った。聞こえてきていたのはこの世界の神の声だった。もしかしてキララってめっちゃすごい子？その恐れがある。自分で言うんだ。神の声が聞こえるか。またすごい子が現れたな。にしても管理者に神の声って、ココラたちの世界は一体どうなっちゃってるんだ？神の声ってどんな風に聞こえるの？わわわんって感じ。ボワワワン？頭の中にボワワワン。なるほどなるほど。今のでわかんの？じゃあ内容はどんなものなの？人間の言葉に直すのは難しい。言葉というより情報そのものが流れ込んでくるから、少なくとも普通の人間には知り得ない情報。そこには未来の情報が含まれてることもある。未来？未来予知できるってこと？いや、そこまで正確じゃない。久野さんはいくつかの情報を組み合わせると未来予知っぽいことができると前に言ってました。
っぽいことだとしてもすごいよ。うん、雰囲気あるね、この辺。お化け屋敷とかにありそうな雰囲気ですね。キララの友達はどんな子だったの？男の子と女の子2人いたよね。ユカは内気で、キララと同じであんまり周りに馴染めない子だった。ケータは友達じゃない。え？ケータは村長の息子で、親の権力を振りかざして他の子たちを言いなりにさせてた。キララもユカも嫌だったけど、パパ同士が仲良くて遊びの誘いを断れなかった。なるほど。あれ、レナさん？どうしたの？なんでもないけど。ああ、もしかして怖がってる？怖がってない。苦手なの？私の心トープにあった建物でも、レナちゃん怖がってたような。へえ、そうなんだ。怖がってない。宮内さんって何でもクールにこなすイメージだったけど、案外可愛いんですね。違う。ほら、もう行くよ。一人で大丈夫なの？早く来て。行きましょう、カナさん。うん。取っておこう。聞いた？久野さんの家の。ああ、娘さんの話でしょ？でも本当なの？単なる噂なんじゃ。それが、実際に未来を言い当てるところを見ちゃった子がいるって話なのよ。へえ、なんだかドラマみたいな話ね。でも、それって怖くないです？未来予知だなんて。村のお偉方は神の使いだって大喜びしてるみたいだけどね。この辺りはお年寄り多いし、そういう信仰も受け入れられやすいのかしらね。
ける気がしないよ。取っておこう。取っておこう。閉まっていこう。仕掛けます。いやトップ行きましょう。大丈夫ですか。仕掛けます。はっ、はい、いつでもやれます。大丈夫ですか。よし。うん、次もこの調子でね。うん、さあ閉まっていこう。仕掛けます。何かに使えそう。ぎ、何これ。ブン、ブン、負けません。おっ、うん、いつでもやれます。当たって。さあ、いつでもやれます。大丈夫ですか。大丈夫ですか。行くよ。まだまだいけるでしょう。大丈夫ですか。行くよ。うん、次もこの調子でね。
キララ。神の声が聞こえるというのは本当なのか？神かどうかはわからないけど。ざれ事だと思っていた。まさか本当だったとは。神の子だ。キララは神の子だったんだ。パパが間違ってた。ごめんな、キララ。ありがとうございます。まさか本当にクマが出没するなんて。キララさんのおかげで被害も出ずに済みました。ありがとう、キララさん。ありがとう。キララ、お前のおかげでパパも鼻が高いぞ。ほらキララ、次はどんな声が聞こえたかパパに教えてごらん。皆さんも実感したでしょう。これは
神の力です。我が娘クノキララは神が使わした救世主なのです。おお、キララさんのおかげで命を救われたって人もいるらしいぞ。本当なのか。ああ、クマの出現を予知したんだとか。未来が見えるのか。本当に神が使わした子なのかもしれんな。何かに使えそう。よいしょっと。仕掛けます。
やっ、えい、いつでもやれます。大丈夫ですか。またつまらぬものを切ってしまった。なんてね。レナさん大丈夫？大丈夫だって。私のことは気にしなくていいから。本当に、ま、ならいいけど。どう、キララ？歩いてると記憶が流れ込んでくる不思議な感覚。久野さんは次の県知事選で立候補なさらないんですか？娘さんの力のおかげで有名な政治家さんも久野さんをひいきにしてくださっているじゃないですか。いろいろ後ろ盾を得られると思いますよ。信託を授かった地域の者もきっと賛同してくれるはずです。もちろん狙うつもりですよ。ただ娘の力で支持を得ているなんて対立候補に言われるわけにはいきませんから、使いどころは慎重に。今のさっき言ってたパパ同士の会話かな。うん、どこかで聞いた会話だと思う。県知事選って久野さんのお父さんがってこと？パパは政治家だった。辺境の村だからそんなに大きな力はなかったけど。なるほど、だから村長と仲良しなんだね。でもなんか利用とか。うん、パパはキララにはとても優しかった。美味しいご飯も食べさせてくれた。パパもママも幸せそうだった。キララもそれでいいと思ってた。この時はまだ地位とか権力とかそういうことは何も分かっていなかったから。久野さん、この頃から生活が普通じゃなくなっていって、キララはそれを他人事みたいに思ってた。神の使いなんて言われても実感がなくて。そりゃそうだよね。あの時のパパはなんだか取り憑かれたみたいに必死でちょっと怖かった。県知事選って言葉もそれと関係してるみたいでしたね。きっとどんな人から認められることはパパにとってすごく大事なことで、それにキララの存在はうってつけだったんだと思う。星崎さん、まだ何も言ってないよ。みんな仲良し？はい、雫世界に来て私たちだけで生きていくことになって自然とこうなりました。団結しないと生きていけないですしね。キララも頑張る。無理しないようにしてくださいね。久野さん一応病み上がりなんですから。そういえばそうだった。青はすごい、ずっとみんなの中心にいる。そうですね、
星崎さんがまとめてくれるから私たちも団結できているのかもしれません。きっと青には人を引きつける魅力がある。本人は絶対に認めようとしないんですけどね。自分は普通の人間だからって。それもまた青の魅力なのかもですね。いいリーダーです。だよ、キララは来れないのか？うん、今日はパパとお仕事があるから。仕方ねえな。じゃあユカだけでも来いよ。大人が入るなって言ってる祠があるだろ。その中を探検するんだ。ダメだよ、怒られるよ。いいんだよ、ほら行くぞ。負けません。いつでもやれます。
ましょう。大丈夫ですか？仕掛けます。大丈夫ですか？これがいいわね。しないでもらえます。大丈夫ですか？まだまだいけるでしょ。で行きましょう。大丈夫ですか？大丈夫ですか？この調子でねっと強く力が絶好調ね。えい、さあ閉まっていこう。いつでもやれます。当たって、やくらえ、あや、やっ、まだまだいけるでしょ。次もこの調子でね。何かに使えそう。えい、さっさと倒しちゃおう。大切なものだね。以上がこの度の神のお言葉、しかと心に刻むがよい。ありがたや、ありがたや。神格のおかげでまだまだ長生きできそうじゃわい。長寿の世界記録を目指しましょう。それにしても、寂れていく村にこんな活気が戻るなんて、壺の伝承を思い出すわい。壺の伝承？あの祠の壺に何か言われが？知らんのか。あの壺があったからこの村は滅びから救われたのじゃ。昔水不足で稲も育たない、人も離れていく、そんな時があってな。そこにある奉仕がやってきて壺を置いていた。するとどうじゃろう、雨が降り、たちまち大地が潤った。以来あの壺はこの村の守り神として奉られておる。なるほど、勉強になります。
決める。行きましょう。さあ、さあ、完勝です。やりました。私、頑張ります。いつでもやれます。さあ、せい。仕掛けます。さあ、くらえ。大丈夫ですか？せいや、まだまだいけるでしょう。ほっや、楽勝楽勝。負ける気がしないよ。準備はいい？仕掛けます。ほっやー、くらえや。いつでもやれます。次もこの調子でね。詰まった。さっさと倒しちゃおう。まだまだいけるでしょう。行きましょう。大丈夫ですか？大丈夫ですか？やん。はっ。うん。いつでもやれます。いくよ。次もこの調子でね。どうですか、調子のほどは。なんとか。この調子でいけば県知事選は勝てるでしょう。ただ油断するとすぐ足元をすくわれます。対策は重ねておかないと。今日も長老たちへ挨拶に行ってきますよ。実務からは退いているのに影響力だけは大きい。長老たちも厄介なものですね。
キララ？お告げの間。ここはキララが村の人たちと神託の儀式をするための場所だった。神託の儀式。そこで神からの言葉を伝える。それがあの頃のキララの役目だった。でもあの日は違って。祠の壺が割れた。ええ、それで長老たちが怒ってしまって手がつけられません。代々大事にしてきた村の宝ですからね。しかも祠からケイタとユカが出てきたのを見たという人が複数いるんです。じゃあ割ったのは二人のどちらかということですか。神託で壺が割れることを予見できなかったのかという声もありまして。参ったな。神託か。むしろ壺を割るべきだと神託があったことにするのはどうでしょう。バカ言わないでください。相談なしに割ったことを許すはずがありません。高齢化が進むこの村で長老たちを敵に回したら、いくら神託があれどあなた方は終わりです。ユカがやったことにしましょう。え？ケイタがやったとなれば私の地位も危うい。すると議会への口添えもできなくなります。あなたの県知事選で協力できなくなるんです。クロさん、一つここはお互いのために。キララ、分かってるな。壺はユカが。二人の話を聞いたら、ユカは無理やり連れ回されただけで、壺を割った犯人はケイタだと分かった。でもケイタは村長の息子。パパは村長との関係を守るために。そんな、ひどくない？罪をなすりつけるってことでしょ。それでキララはどうしたの？キララは。皆さん、本日はお忙しいところお集まりいただきありがとうございます。今日は我が娘キララが壺を割った犯人に関して非常に重要な信託を受けたということでご報告です。さあキララ。信託を。キララは、キララは、モンスターだ。しかもかなり大きいよ。クノさん、下がって。みんな大丈夫だよ。キララは待ってて。キララちゃんは病み上がりなんだから無理しちゃダメなのです。安心してください。すぐに倒してクノさんの思い出取り戻します。ありがとう。キララの思い出はよろしく。よっしゃ、任された。
自分の力について深く考えたことがなかった。そういうものだって思ってパパに流されるまま生きてた。でもそれじゃダメだって分かった。大きな力はそれだけ人を傷つける可能性もある。キララは本当に大切なものを見失うところだった。キララは美味しいものが食べたかったわけでも、パパに物を買って欲しかったわけでもない。あの時キララは、キララのことを分かってくれる友達が一人いればそれでよかった。フラグメントだ。キララは初めてキララのことを信じてくれた。大切な友達のことを裏切るなんて絶対にできない。キララちゃん、お前まさか。壺を割った犯人はケイタだ。キララ何を。これは神から授かりし言葉。ケータが語るは保身のための偽り。我の言葉こそ真実なり。はあ、よかった。キララはキララを信じて生きていける。ありがとう。みんなのおかげで記憶取
取り戻せた。キララはちゃんとユカを救うことができてた。よかった。うん、クノさんならきっとそうするって分かってました。でも大丈夫だったの？キララのお父さんすごく怒ったと思うけど。それはそう、すごく怒ってユカと遊ぶことも禁止されて、毎日毎日神のお告げをすることしか許されなくなった。え？でもそれでよかった。一番大事にしなきゃいけないものは守れたから。それに絶対にパパとママに従わなきゃいけない、そんなことはないんだって気づけたから。キララ学校に戻ろう。他にもいろいろ話しておきたいことがある。え、それじゃあキララとシゴさんは ASA にいたわけじゃないんだ。うん、別の組織だった。そっか、 ASA について何か情報を得られればと思ってたけど。二人がいた場所はどんなところだったの？灰を撲滅するのが目的であることは同じ、ただその方法が違う。キララたちの組織は神を復活させることが灰の撲滅につながると考えた。神の復活？キララ、ちょっとだけ思い出した。元の世界のこと、そして神のこと。ユズさんとユウキも呼んだ方がいいかもしれない。うん、みんなで集まろう。